ガチの悩みです。自分は今学生で今年卒業です。今まで恋なんてしたことなかった自分が恋をしました。ですが相手は男です。そう、同性愛者です。彼とは2年前まではすごく仲が良く、周りから見たらカップルでしたね。ですがある日突然喋らなくなったんです。今は全く喋りません。ですが彼のことが好きなんです。告白してみんなに自分のことが広まっても困りますし、告白するべきですか？だって。まあ好きなら、告白するのもいいんじゃないですか？カミングアウトみたいなのしてないってことなのかな？しにくい環境ってこと？でもわかんないけど、あなたが思うより、もしかしたら今はそういうことに、ね、LGBTQ みたいなことって、世間に広く理解されつつあると思うから、どんな環境なのか俺は知らないからね、なんとも大丈夫じゃないって無責任なこと言えないけど、もう俺はそんなおかしなことだと全然思わないんで、好きな人がいるなら告白すればいいし、彼が受け入れられなかったら一人の人に恋心を伝えて、それが実らなかっただけなんで、また次の相手を探せばいいし、っていう普通のことだと思うんでね。告白したらいいんじゃないですか？広まったら困っちゃうの？困るの？やっぱり。そんなにもう、そうね、同性愛者だっていうことで、そんな、社会的な、なんて言ったらいいか、迫害を受けるようなことはもうないと思いますけどね。それが、だから隠して生きていきたいなら話は別ですよ。隠して生きていきたい。表ではそういうふうに見られたくなくて、でも好きな人にだけは伝えたいって言うんだったら、話は別ですけど、それなりの方法を取った方がいいと思いますけどね。俺は告白したらいいんじゃないかなと思いますけど。あなたがこう、隠しておきたいのか、みんなに知ってほしいのかで、方法は全く変わるんじゃないですかね。細かいことわかんないんで、ちょっと、こんぐらいにしておきます。